にちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はの、はい、立春ということで春と冬どっちが好きかを聞いてたんですけど、はい、どっちが好きですか？私は、うん、そうですね、春が好きですかね。春、理由は、うん、あのおかえりメールにも書いたんですけども、はい、なんかあの春の空気を感じると、うんうん、まあ、ウキウキもしてくるんですけれども、ね、その一方で何だろう、懐かしさとか切なさとかを私は感じるんですよね。なんかその感じが私は好きなんですけれども、どうでしょうか？でもそうだな、はい、私も春の方が好きかな。なんかこう一気に街が彩られる感じがありませんか、はい、チューリップが咲いてきたり、そうですね、桜も舞ってるし、はい、だから冬のね、いいところさっき探してたんですよ。なんかあります？冬のいいところ、もうね、今日聞いたところ大半の方が春が好きってことで、はい、冬にもちょっと頑張ってもらうと。そうですね、でもなんか冬は、はい、イベントも多いし、確かにクリスマスもあるし、そうですよね、あとバレンタインもこれからやってきますし、そうだそうだ、美味しいものもたくさんやっぱりそうですよ、ね、あるかなって思います。そうですよね。いい勝負ですよ、春。はい、今日はあの春らしい気温になったところも多かったんですけど、はい、ちょっとこの後冬感が戻るっていうところもありそうですね。そうですね、今日幕張もとっても暖かかったんですけれども、はい、先ほど少し30分前ぐらいに外に出たところ、はい、ちょっと風が強く吹いてて、あ、本当ですか、寒くなってきましたので、はい、やはりこう夜になると冷え込みも気になってきますので、そちらイブニングでも、確認していきたいと思います。はい、ではこの後17時からよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、冬のいいところいっぱい出てきましたよ。クリスマスあった、バレンタインまで気がつけばあと10日じゃないですか。